有史以来、人類は様々なエネルギーを手に入れ、文明はその力に導かれて歩んできた。では、メタトロンほどのエネルギーが導く文明の行き先は何だ？着地態勢に入る。MR-142、リンゴイグリッド、ロック解除。着地まで20。珍しいな。何？メタトロンだ。西は随分位置が浅い。こんな表層にメタトロンが？それもバカに強い。なんだありゃ。オービタルフレーム。エボをやられた。バフラムの連中だ。バフラムって火星の？おはようございます。戦闘行動を開始します。動け。独立型戦闘支援ユニットエイダです。操作説明を行いますか？ここ半年で火星の事情は大きく変わったよ。今バフラムの戦力は圧倒的よ。連合軍は必死の抵抗したけど、戦争ってほどのものさえ起こらなかった。火星圏がバフラムのものになるまであっという間だったわ。アーマーンはもう始動準備に入ってるわ。アーマーンを動かすこともそして止めることもこの2機にしかできない。これを手にした者が人類最高の権力を手にするっていう仕組みね。目的はこの機体か。さあ、バフラムにしたってやり方が荒すぎるでしょうね。指揮官は誰だ？ジフニー。お前はか。中枢で自爆するようセットされている。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。アーマーンへ行くのか？エイダ、答えてくれ。アーマーンへ行くんだろ？だったら何なんだ？エイダはジェフティをアーマーンで自爆させる気なんだぞ。エイダ、お願いね。
なんでこの船に乗ってきたの？アリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。どうせもう死んでる身だ。俺は自分でケリをつける。ダメよ。見ろ、メタトロンの完全なる結合、すべてを終わらせる破壊を。止まれ。あなたは今失った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティから供給されてるの。つまりあなたはジェフティを降りたら死ぬのよ。この2機の性能は互角だが、ジェフティがアヌビスと並ぶためには一つ欠けているものがある。スペックを最大限に引き出すためのプログラムだ。勝てるかどうかはランナー次第だ。支配ではない、破壊だ。来た。アヌビスです。私がいなくなっても必ず、ねえ、必ずアーマンを止めて。アヌビス。レオ待て。私を選んだ。宇宙の意志が、人類の無意識が終末を望んでいるのだ。見ろ、これがメタトロンの意志だ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。お前もアーマン計画の一翼を担っているのだ。私たち仲間でしょ。戦闘終了、アヌビスの勝利です。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。お疲れ様でした。今年に優勝したのもヘスペリアゲールズだ。無駄話してると激突するよ、ディンゴ。残り30秒でカウンターのヘンリー G がフィールドアウトからトラッシュしやがったんだ。夜中に部屋で大騒ぎしたのを思い出した。着地まで20。今年も楽しみね。
着地態勢に入る。火星じゃもうとっくに盛り上がってるだろう。こっちは200時間後だ。いい子にしてればすぐよ。珍しいな。何？メタトロンだ。西は随分位置が浅い。アンジ、着地ポイント変更だ。ちょっと見てくる。オーケー。リック、聞いてたか？すぐ戻る。リンゴ、66年の優勝はどこだっけ？ああ、その頃は知らねえんだ。チェ。あ、ごめん。今年こそ優勝はロッドタルシスだよ。また給料全部吹っ飛ぶぞ。絶対だって。リンゴ、メタトロン反応の矢印の方向みたい。ポイントに到着。こんな表層にメタトロンが？それもバカに強い。前はなかったぞ。うるせえな。デブリかしら。観測の連中またサボってやるな。なんだありゃ。どうしたの？落とし物だ。ちょっと見てくる。嫌な予感がする。え？オービタルフレーム。どうした、アンジ？船ってなんだ？アンジ！軍用艦？バグラムじゃねえか。
動け！この機動性は。当機はオービタルフレームジェフティです。操作説明を行いますか。お前は独立型戦闘支援ユニットエイダです。戦闘コンピューターか。レブのナビゲーターよりは頼りになりそうだ。一緒にしないでください。操作説明を行いますか。ああエイダ、やってくれ。訓練したい項目を選択してください。移動の説明を開始します。ジェフティは左スティックで前後左右に移動。三角ボタンで上昇、松ボタンで下降します。移動中に R2 ボタンを押すとダッシュを行います。 R2 ボタンを押し続けるとダッシュ移動が行います。高速移動したいときや敵の攻撃の回避に有効です。移動の説明を終了します。攻撃の説明を開始します。ロックオンカーソルの緑の時は遠距離状態、赤の時は近距離状態です。遠距離で四角ボタンを押すとショット攻撃、近距離で四角ボタンを押すとブレード攻撃を行います。通常攻撃の説明を終了します。現在その操作はできない設定になっています。現在その操作はできない設定になっています。ダッシュ攻撃の説明を開始します。ダッシュ移動中に四角ボタンを押すとダッシュ攻撃になります。近距離状態でダッシュ攻撃するとダッシュブレード攻撃を行います。遠距離状態でダッシュ移動中に四角ボタンを押すと複数の敵をロックオンし、四角ボタンを離すとホーミングレーザーを発射します。ホーミングレーザーはサブゲージを消費します。四角ボタンを長時間押すとロックオンできる敵の数も多くなります。敵機を複数同時に倒すとサブゲージが回復します。ダッシュ攻撃の説明を終了します。
スト攻撃の説明を開始します。ジェフティが静止中に R2 ボタンを押すとバースト状態になります。この状態で四角ボタンを押すとバースト攻撃を行います。敵が近距離にいる状態でバースト攻撃をするとバーストブレードを行います。敵が遠距離状態でバースト攻撃をするとバーストショットを行います。バーストショットは四角ボタンを押し続けることでパワーを貯めることも可能です。バースト攻撃は敵のガードも貫通する強力な攻撃です。またバーストショットはサブゲージを消費します。バースト攻撃の説明を終了します。R1 ボタンを押すとガード状態になり敵の攻撃を防ぐことができます。ただし全ての攻撃を防げるわけではありません。バースト攻撃、掴み攻撃はガードしていても防げないので注意してください。ガードの説明を終了します。ロックオン切り替えの説明を開始します。ジェフティと敵が一定距離内に近づくと自動的にロックオンします。敵が複数いるときは L2 ボタンを押すことでロックオン対象を切り替えられます。また右スティックでもロックオン対象を変更することができます。 L2 ボタンを押し続けるとロックオンを解除できます。ロックオン切り替えの説明を終了します。レーダーの説明を開始します。敵が近づいてくるとジェフティの周りにリングレーダーが表示されます。敵が遠距離状態の時は緑、近距離にいる時はオレンジに色が変化します。リングの大きさは敵との距離を表します。また画面外から敵の攻撃が近づくと赤のリングレーダーが表示され、警告サインによって攻撃の方向、距離が示されます。攻撃が近づくにつれサインが広がって表示されます。リングレーダーの説明を終了します。近距離での通常ブレード攻撃で連続攻撃を行うことができます。四角ボタンを連続で3回押した後、4回目が四角ボタンの場合は敵を後方に突き飛ばす振り攻撃になります。4回目が三角ボタンの場合は敵を切り上げ上に突き飛ばします。
4回目が×ボタンの場合は敵を振り下ろし下に突き飛ばします。それぞれ壁、天井、床に突き飛ばすことで敵に二重のダメージを与えることができます。コンボスマッシュの説明を終了します。していないとき、ジェフティは左スティックを倒した方向に移動します。このとき左スティックを離すとジェフティを後方から捉える向きに直ります。また右スティックでもカメラの方向を操作できます。右スティックの操作によりターゲットマーカーを動かし特定の場所を狙って攻撃することが可能です。カメラの説明を終了します。トレーニングを終了します。ポイント04に目標発見。了解、ポイント04に向かう。無人戦闘機群です。無人戦闘機もスキッド。一体ごとの攻撃力をわずかです。数が多いので注意してください。モスキートはフォーミングレーザーでまとめて倒しましょう。通信を663に。了解、つなぎます。リンゴ、助けてよ。どこにいる。足をやられた。リック、今どこだ。じっとしてろ、すぐ行く。デッキ接近。そっちに向かってるぞ。
を表示しました。バースト攻撃で破壊可能です。移動していないとき R2 ボタンを押しながら四角ボタンを押すとバースト攻撃を行います。見つかったからには渡してもらうわ。ワープラムがカリストに何の用だ。へえ、ただの採掘工じゃないようね。もう通せ。アイダラージェフティーを渡して。行け、ビスク。敵の攻撃をレーザーで撃ち落としてください。にしたってやり方が荒すぎるでしょうね。指揮官は誰だ。言うと思う。待て。すげえな、ディンゴ。無事か。ああ、ディンゴ、敵がこっちに来る。わかった、なんとか食い止める。あなたが。アンジー、元気でな。敵艦内高エネルギー反応、突入は危険です。このままじゃカリストごと潰される。行くしかねえ。
パイダーです。周囲にあるオブジェクトを丸ボタンで掴んで利用することができます。オブジェクトを掴んだ状態で四角ボタンを押すと、掴んだオブジェクトを武器にして強力な近距離攻撃を行います。オブジェクトを掴んだ状態でもう一度丸ボタンを押すと投げつけることができます。形状によっては R1 ボタンで、通常ガードでは防げない攻撃もガードすることが可能です。また衝撃を与えることで爆発を起こすものもあります。グラブオブジェクトの説明を終了します。敵の近くで丸ボタンを押すと敵をつかみます。敵がガード状態でもつかむことができます。敵をつかんだ状態で四角ボタンを押すと、つかんだ敵を振り回して他の敵に近距離攻撃を行います。敵をつかんだ状態でもう一度丸ボタンを押すと敵を投げ飛ばします。敵を掴んだ状態で丸ボタンを連続で押すと、掴んだ敵を回転投げします。敵を掴んだ状態で R1 ボタンを押すと、掴んだ敵でガードを行います。敵を利用したガードは通常ガードでは防げない攻撃もガードすることが可能です。また敵を一定時間掴んでいると振りほどかれてしまいます。振りほどこうとする敵はバーストすることで麻痺させることができます。敵掴みの説明を終了します。
ーニングを終了します。敵の出現してくるセラーを破壊してください。目的はこの機体か。分かっていて乗り込んだのですか。仲間を巻き込みたくなかった。それに確かめたいこともある。接近戦で使用するブレードなどです。だがブレードも届きそうにない。何か攻撃に使えそうなものを探してください。行くよ。棒状の建材が攻撃に使えそうです。つかみ投げをするにはつかみたいものの前で丸ボタン、敵にロックオンをしてもう一度丸ボタンで投げつけることができます。
中の建材を掴んで投げてください。お前、バイオラか？通信相手はおそらく戦闘 AI です。 AI だと？バイオラ、おい！過去の戦闘データと戦闘能力に関わる一部人格を複製しているにすぎません。反応は望めないでしょう。ならバイオラ本人は？該当するフレームランナーはすでに死亡しています。死んだ？2172年アンティリア襲撃事件。連合宇宙軍統括下、木星の衛星軌道上コロニーをバフラム軍が襲撃し、開発中のオービタルフレームを奪取した事件です。あの事件にバイオラが。その奪取されたオービタルフレームってのは？オービタルフレーム、アヌビス。当期ジェフティも彼らの目標に入っていましたが、奪取は免れました。ジェフティはバフラムの手に渡るのを恐れた何者かによって回収され、そしてカリストに破棄された。おおむねその通りです。アンティリア襲撃を指揮していたのは誰だ？バフラム軍指揮官、ノーマン大佐。ノーマン、どうした？共鳴反応です。共鳴？アヌビスです。久しぶりだな。今まで何をしていた？ちょっとした休暇をね。降りて私の部屋に来い。
んでこの船に乗ってきたの？カリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。腕が鈍ったぞ、ディン。ぬるま湯に使っていたろ。ノーマン。ケン、下がっている。紹介しよう。ディンだ。6年前、我が部隊の主力パイロットだった男だよ。ディンゴ、イグリッド。軍の記録では死んだことになっている。あんたこそ小さい仕事するようになったな。辺境に飛ばされましたか？口を慎め。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。戻ってきた？ふざけるな！戻れ、ディンゴ。これから面白くなる。断る。あんたのお遊びのおかげで死にかけたんだ。冗談じゃねえ。分かってない。もう自由だの独立だのって建前には乗せられねえぞ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。はっきり言えよ。お前が殺したんだ。知らん。やろ。ディンゴ、戻れ。お前は好きだ。吐き気がするぜ。死体は片付けておく。